皆さんこんにちは、ハーツアンです。今回は夏休みなので結構やってる方も多いと思うんですけど、ネイルをしようと思って買ってみたので紹介していきます。でいつも100均のものを使ってるんですけど、いいものをちょっと買って使ってみたいなって思ったので揃えて買ってみました。ベースとトップコートはエッシーというところのすごく人気なネイルのものを買って、こちらはフォーサイスカラークラブというところのものです。でこっちのものは青系のものを2色買ってみたんですけど、エッシーっていうところも普通に色のものを売ってるんですけど、今回はこっちはエッシーで揃えて、こっちはねアットコスメでも人気なネイルということでちょっとこっちを買ってみました。こっちがハッシュタグ D158 番で、こっちがハッシュタグ1029番です。読み方間違ってたらちょっと申し訳ないんですけれども、ちょっとなんか白っぽいんですけど、青のね水玉っていうかこう丸いラメみたいな入ってるもので、こっちがブルー系のものになっています。ちょっとね別々にこう交互に塗ったらいいかなと思って買ってみました。いつもピンクを使ってるんですけど、夏なので夏らしい感じにしたいなと思って、今回ちょっとね水色系とかにしてみたんですけれども、早速ねちょっとこちらのネイルをやってみたいなと思います。はい、こんな感じで塗りました。これで全部で2度塗りです。はい、完成しました。こんな感じです。はい、ね交互に塗ったんですけれども、すごく可愛いネイルになりました。でベースコートを1回塗って、その後に合計全部で重ねたのは4回ってことになるんですけども、すごくいい感じの発色で、すごく綺麗です。すごいねめっちゃ夏らしいなって思いました。こっちの塗った色のネイルの方が1本1000円で、こちらのトップコートとベースコートが1500円です。こっちの方がねお値段するんですけれども、こちらのねエッシーっていうメーカーのものがすごく人気みたいなので、今回こちらのトップコートとベースコートを選んでみました。大人気なので、今回初めて使ったんですけど良かったので、また今度ねいい色があったら買いたいなって思いました。はい、というわけで今回はこんな感じでネイルをしてみました。ご視聴ありがとうございました。この夏はねこのネイルであと夏休みを過ごしたいと思います。ではバイバーイ。